今日大阪地方裁判所に訴えを起こしたのは架空の投資話でおよそ5000万円の出資金を騙し取られたと訴える大阪市などに住む男女10人です原告から出資金を集めていたのはマカオのコンサルタント会社 CYC= 管理有限講師の代表と 取締役の日本人男性です2人が持ちかけた架空の投資話とは出資者たちから金を集めマカオの高級ホテル MGM のカジノでビップルームを運営する会社のエージェントなどに資金を貸し付け得た利益を CYC が出資者に配当する コインリース事業という架空の事業でした配当金は毎月1.5%から数で元本も全額返金のノーリスクと謳っていました原告の松田さんはこの架空の投資話でおよそ2800万円をつぎ込みました 老後のね資金とかをあの貯めるんやったら海外やる方がいいんじゃないかっていうことで紹介されたのが父もあのねや,やっぱりもうある意味余命みたいなのが分かってた状態での,あの入院とか施設入ったりとかしてたんでまあその足しにできたらいいなっていうのがきっかけでした。10年前 保険代理店を介して CYC の投資話を知りマカオに招待されましたカジノのビップルームで多額のお金が動く様子を目の当たりにした松田さんはその場で CYC と投資の契約を交わしました こういうい世界やっていうことを言われて、でまあ、そこのメンバーズカードも、私も、MGM のメンバーズカードもいただいたし、VIP ルームはすごいし、で、ホテルでなんかいろんなショーとかも見たりとかして、信用してしまいましたね数年間は配当もあったため、追加の投資をしましたが、5年前から突然、配当が止まり、返金にも応じてもらえなくなりました。 そして CYC とは音信不通に出資者らが追及すると、CYC の役員の一人は会社の実態についてこう語りました。今むえたら金貸しですよね。正直金貸しにお金を投げたのは確かです。ポンジスキームで別に元金崩して配当を払ってたわけじゃないですよね。うんまああのもうもう本当に正直言うとあのなか、はい、ポン崩したことはある。 CYC は事業自体が架空の投資話だったことを認めたのですさらに出資者が入金した際に渡された MGM のロゴが入った受領書も偽造されたものであることが分かりました自身も1億円近くを出資し架空の投資話と知らずに CYC の依頼で仲介業をしていた男性は 許せないと話します多くのお客様に情報提供するきっかけを作ったのは私ですし情報発信したっていう責任は本当に感じておりましてだからこそこの真実を暴かなければいけないその結論を出さないといけないじゃねえとけじめがつけれない自身や家族の貯金をほぼ投資に費やした松田さん父親の葬儀費も捻出できず 借金をすることになりました。ういつもは返金してもらえることがありがたいんですけど、まあ返金できないっていうんやったら、ちゃんと罪をつなってほしいなと思ってます。松田さんら原告10人は、出資金を騙し取られたとして、CYC の代表と取締役に対し、およそ5100万円の損害賠償を求めています。 被害者というのは必ずしも富裕層ではありません一般の庶民であり一般消費者ですで目的もまあ、多くは生活の足しとか老後の資金確保そういった目的でありますからえっと本件は消費者被害事案というふうに捉えておりますものすごく亀裂やなっていうのがすごく思うんですよもう多分生活困難になっている人はたくさんいてはると思いますだからそういう人のことを考えてもう。 原告側によると CYC は全国の700人以上から少なくとも100億円近くを集めていて詐欺事件として公示国訴したいとしています。 そもそも事業は架空だったということなんですがこのカジノへの投資詐欺巧妙な手口ですよねまず一つ目マカオ現地に招待して有名ホテルこれここでカジノで大金が動く様っていうのを目の当たりにしましたそして受領書ありますけれどもここに拡大したものですね MGM これカジノの事業者のロゴが入っているただこれ実際には 偽造、偽のものなんです、うんはい、こういったものまでも受領書を発行していたそして配当元本保証とありますけれども毎月1.5%の利息、まあ、配当を支払うこれ実際に数年間は配当が支払われていたということなんです、はいうん、で被害に遭った松田さんですけれども VIP ルームはすごいしショーとかを見たこういう世界と言われて信用してしまったこのように語っています。うん というこの手口なんですけども、も神崎さんは、これどう見ますか。これまあ、ものすごく巧妙なんですよね。ね<ー>やっぱりこう投資詐欺とかよくあるのは、まあネットだけとか、電話だけとか、あとは書面だけとかいうのがあるんです。これちゃんとまあ、現地に連れて行って、まあ実際に現場を見せてるわけですね。はい でさらにこれ配当もですね普通であればですね、まあ、大体まあ1回、2回ぐらい振り込まれるのがそこから止まってしまうのはよくあるんですけどこれまあ毎月、しかも数年にわたってずっと配当しているのでこれはまあこういう投資なんやというのをまあ信じ込ませるとしかも、実は配当が止まったタイミングがたまたまかもしれません。けどども、はい、ちょうど コロナが世界中に蔓延しているタイミングで今、たまたまこれコロナで止まっているだけですと言われてなかなかじゃあこれがだまされていたのに気づきにくかかったってことこありますねだから立ち止まることができずどん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 ん被害額が増えていくということになるわけですけれどもそんな中でだまされたお金というのは返金されるんでしょうか、菊池さん。これなかなかか あのハードルは高いいと思いますね、はいえー、まずそのあのこの CYC っていうのが海外の法人だとすると、はい、海外の法人に対してその裁判を起こしてでなおかつ勝訴判決を取って。 相手が払わなければ強制執行するというところまでいく法的なハードルというのはかなり高いんですねだからそこをどうするのかという問題がありますし、うん、あと、ですね出資というようなことでちょっとこの番組でも紹介してるんですけども、はい、にもかかわらず元本保証で年率にすると18%ですよね,ですからね、えー、リスクがないんですよ、はい、出資なのにリスクがない。うん これはおかしいなっていう<ー>ちょっとそこをあの考えていただきたい、はい、それから、えー、資金を用意するんだったらもっと大口に依頼すればいいのになんで一般庶民の自分のところにそういう話が来たのか、はい、ここもちょっと注意していただきたいっていう、はい、で,で結局、ですねこういうい海外投資っていうのはやはり相手が外国にいる。でじ 今先ほど申し上げた通りその裁判なども大変といううな、はい、いろいろリスクがありますので、ねうん、より慎重にで,できればその相手企業のチェックなどを、はいえー、できればということで,です、ね、対処していいただければと思います,、うんそうですね、海外を拠点にする詐欺事案というのは増えていますからね新しい手口が増える中でもう自分は騙されないという方ほどぜひ注意していただきたいというふうふに思います。